はいさーいエリオです今回はこの3月のエリオが投稿した動画とかこの YouTube チャンネルの振り返りをしたいと思いますはいでなんか3月もう動画結構投稿してで実際なんかどういう結果だったのかなって振り返ってみてで4月にちょっと行動を変えてなんかいろいろやってみようかなって思ってちょっと今回こういうのをやってみますはいで結果3月の結果なんですけどここ出てますかね今ちょっと出てますかね あす3月の動画の視聴回数が全体で2056回ですね再生時間が総再生時間83時間なんですけどチャンネル登録者数がなぜか1人減ってすごい悲しいなと思ってますはいでやっぱ一番見られてるのがあの2月15日に投稿したウソクいのレビューと感想なんですけどこれがこの期間だけで492とんでもないなと思ってますねウソクい なんか他の動画では結構嘘喰いの映画のレビューって,って叩かれてたんですよ、映画自体が。なんですけど、絵、ま、量、あ、はそんな叩いてないというか、まあ、褒めつだからなのかなと思って、ファンが見たのかなと思ってますね。はい、じゃあ3月単体の,その動画の投稿数は全部で9件なんですよあの。例えばトークサバイバーとか、今私たちの学校はのレビューを上げたんですけど、じゃあその結果どうだったのっていうと、えー、っとね、1週間、えー、っとね、 えっと1週間の再生回数であの算出したんですよでトークサバイバーが134回1週間で今私たちの学校のラストが115回になってますねでやっぱ一番再生回数低かったのがサビクイ・ビスコあのリクエストのあったやつなんですけどこれはエリオ自治体の知識がなくてちょっとうまく説明できなかったからなのかなと思って再生回数伸びなかったのこれちょっとリクエストしたかった すいませんでした。行かせられなかったということですね。はい。で、やっぱりちょっと今回この9本動画投稿してやっぱ思ったのは、あのやっぱ世間でっていうか、あの、一般的に有名なやつだと伸びるなと思って、例えばトークサバイバーなんて CM もやってて YouTube で広告も流して、かつ Netflix で1週間、2週間ぐらい1位ずっと取ってたんですよ。なのでやっぱこういうものとか、 あと今私たちの学校あのラストの方もそもそもこのコンテンツ自体動画,動画自体がこの韓国ドラマ自体がすごいノイズが高いっていうかだから見る人が多かったのかなと思ってますねはいで他にも色々チャレンジしてみてゲームのプレイ動画とか実況動画かあとは洋画のアンチャテッドとかあとは商品のレビューしてみたんですけどそもそもこの商品のリングライトも 誰がこいつのリングライトの紹介レビュー見るのっていうのがちょっと自分で撮った後に思いましたね。でも可愛い女の子とかかっこいい男の子だったらあ私もこういうふうに撮ってみたいとかなるのかなと思ってであればちょっと今流行りのものとかのレビューした方が良かったのかなってちょっと反省してますね。これの再生回数は1週間で52回になってます。で音楽も カラオケの音楽投稿したんですこれも48回で、まあ、伸びなかったということです。はい。で、このエリオの動画の弱点が、このインプレッションのクリック率っていうのがすごい低いなと思って、でこのインプレッションのクリック率っていうのは、YouTube を見てきて、この誰かの動画が流れてきて、それをクリックする率と言いますか。なので、あの例えばインプレッションクリック率が1%の場合、100人が見て、1人がクリックする。だから1%。 で、インプレッションクリック率が20%だと100人中20人がクリックするってやつなんですけど、エリオノバは平均で3.31か。すごい低いんですよ。で、トークサバイバーなんて1.6。だから1000人見て16人しかクリックしてないっていのですごい悪いなと思って。で、ここに3月か4月か4月は着手しようかなと思ってます。はい。いろんなことできるんですけど、まずはこのサムネイルを、インプレッション、クリックされやすいサムネを変更したいと思います。はい。 いろいろ調べてみたらまずはこのカメラ目線やった方がいいらしいんですよサムネイルでこのカメラ目線でかつ文字数を8文字から10文字にした方がいいって書いてあったのでこれを4月から実践してみたいと思いますはいであとは文字を縁取りこのサムネイルに載せる文字をちゃんと縁取りして文字を見やすくするといいっていうのでこれもちょっとやってみたいと思いますはい なので、まずはこのカメラ目線でサムネイルを作るってことと、何したっけ、文字は大きく、8文字か10文字だけにする。エリオのサムネイル、文字が多すぎるんで,で、あとは、文字をちゃんと縁通りして見やすくるって、この3点をちょっとやってみて、インプレッションクリック率を、3月の平均3.31から、いいって言われる4から8パーまで上げてみたいと思います。はい で次題材ですよね。で3月の題材は結構いろんなまあ韓国ドラマ、今私たちの学校はとかゲームとか洋画の話とか商品紹介とかしたんですけどちゃんとしっかりあの通常でもなんか世の中で人気になりそうなものをピックアップして話していこうかなと思います。例えば何でしたっけ ?7 月9日から始まるスパイファミリーのアニメをちょっと話してみたいと思ってますし あと7月11日にチェンソーマンの作者の藤本つ樹先生が読み切りを投稿するんですよ。あの、多分週刊少年ジャンププラスかなの方、ネットの方に。で、この藤本つ樹先生が書いたこのルックバックって読み切りもめちゃくちゃノイズが上がって、ツイッターとかでもすごかったんですよ。で、これが11日に読み切り投稿するので、これをちょっと上げてみたいと思います。はい。であとはあの、ホリックとか。 4月29日にホリックの,あの実写映画が始まるので、嘘食いみたいにこれも再生回数取れるんじゃないかなと思って、ちょっとチャレンジしたいと思いますね。はい。あただあの、漫画で言うと、なんか2022年の漫画大賞で、ダービィン事変っていう漫画が賞を取ったらしいんですよ。で、これ、襟を知らなくて、これもちょっと一回読んでみて、レビューを上げてみたいと思います。はい。っていうふうに、ちょっと、なんすかね、人気になりそうなやつを先にピックアップして、 ちゃんと紹介できれば再生回数上がるのではと思って頑張ってやってみたいと思います。はい。で、あとは、あの、前回リクエストのあった、あの、東野敬語の本、タイトルを忘れたんですけれども、あれも今図書館で申請中なんで、あれも読んだらレビューしたいと思いますので、少々お待ちを。はい。こんな感じですかね。で、あとは衣装を変えようかなと思ってるんですけど、どう変えたらいいかわからなくて。 ちょっと今悩んでますね。この沖縄ランナー入りよって言うけども、これそもそも走ってる時の格好なんですけど、もう走らないしなと思って動画でと思ってますし、あとはターゲット戦略。この YouTube チャンネル誰に見てほしいかっていうチャンネルはちょっと長くなりそうなので今日はやめておこうと思いました。はい。で、目標を上げます。4月の目標が、えー、チャンネル登録者数を2人に増やす、2人追加で増やすのと、 一週間の再生回数平均を3月の平均71だったのを一週間再生平均回数100を目指したいと思います。はい。あとはインプレッションクリックリーズはさっき言った4から8の間で頑張って、まあ、4以上を目指したいと思います。今が3.31なのって思いました。はい、以上です。今回ただの振り返りなんですけど、ちょっと4月もこういうふうに振り返ってみて、どんどんアクションを変えていって、このエリオの チャンネルがどう変換していくかっていうためにちょっと自分でやってるのでって思いました。はい、以上です。まずサムネイルちゃんと書いてみます。はい、メンソーレ